でかいエリーゼ、星4。第一次世界大戦の時代のような文明を持つクリミア半島近くの国のわがまま霊嬢として生を受けた主人公のメスが嫉妬に狂って断罪エンドを食らう。その罪悪感を清算しようと二度目の人生では日本で最年少で外科医の教授となった大天才として人の命を救っていたが、またしてもガメをべらしてしまう。三度目の人生ではなんと一度目の人生の15歳あたりのまだ失敗する前の時代に現代医療知識を身につけた強くてニューゲームを始めるというシナリオ。ここまではいわゆる悪役霊嬢物語であり、この漫画も医療知識を使って強くてニューゲームをするシナリオなのですが、絵柄が超絶綺麗で、しかもフルカラーという超豪華な漫画であり、100年前の金だったり、清潔にすることで死亡率が下がるといったこともまだ実証されていない時代に、貴族の霊嬢が抗うというシナリオが文芸よくできており、あんこが震えます。この漫画の質量が伴う部分は、貴族の霊嬢だが所詮貴族の霊嬢で実績がないので、初っ端から医療行為だったり、改革をすることができません。そこで下積みで権力者を治療したり、実績を作ることで地道に合理的で先端医療のノウハウを文化に染み込ませる過程が非常によくできております。とりわけ戦争で一番死ぬのは戦場ではなく病院。理由は病院内の感染症対策と適切な医療がなされていないから。だから実験的に一つの病院をテストケースとして使わせてもらって、効果が出たら全部の病院にそのテンプレを反映させてくれだとか言ったシナリオだったり、前世の知識を使って敵国がしようとしている戦略を助言して戦略を潰すとか、しっかり悪役霊嬢しているところがでね。文芸面白いのでめちゃんこおすすめ。